ここは都内の救急の要、地域基幹病院の入院病棟。それはあるから本人に話して調べた。午前8時、澤田康之の一日はこの病棟の開診から始まる。多忙な日々を極める男に、朝は入院患者との会話はもちろん、医師たちとのコミュニケーションの大事な時間だ。はい、澤田です、おはようございます。会診を終えると、はい、電話は鳴り止まないという。今日だとすいません、よろしくお願いします。かなりお忙しいんじゃないですか。そうそう、タイムスケジュールいっぱいいっぱいだ。すぐさま外来診療へ。そこで1日におよそ30名の患者と向き合う。ここ長いのまで全部なんですか。あ、そこ長いのね。ここまで、はいはいはい、そのほとんどが難しい病気。患者との距離感が大切だという。不安な患者たちには澤田流の診察。その丁寧さが人気の秘密だ。無論珍しい病気と戦うこともある。それは難解な手術。そこには患者と共に病と戦う姿が。この僕と病院に来てくれる患者さん、少なくとも自分にとっての宝物で、自分を信じて来てくれてて、その患者さんを治してるから、治して喜んでくれるので、僕の心にまたね、火が灯るような。地域の要、大病院の皮膚科医の生き方。東京墨田区、錦糸町駅からほど近い都立墨東病院。ここは墨田区をはじめ23区東部を中心とした患者が集まる病院だ。救急においては地域医療の要とされ、東京 ER が設置されている。ちょっとごめんね、ゆっくり話すからね。東京東部の患者が一挙に集まる診療室、皮膚科医澤田康之はこの大病院の皮膚科をまとめている。患者の信頼はもちろん、周りの仲間の信頼も厚い。でも先生楽しい。あ、よかったです。いろいろ教えてください。言ってください。もうガイドライン通りの医療とかっていうところになりがちだったりするところもあるんですけど、もう限界に近いかもしれないっていうようなところでも、何か患者さんのためにできないのかっていうところで工夫をして、諦めずにやっていくっていう姿勢は医師としてすごいのかなというふうに思います。多くの医師看護師と共に働く澤田が、中でも大切だと語るのは意外な肩書きの2人だ。特別な人ですね、やっぱりね。僕の代わりが多分患者さんの対応に関してできる。この2人はそれが。クラーク、医療事務を担当する2人は澤田にとってなくてはならない存在。桜岡で一丸となってというかやってるので、はい、チーム感はとてもいいと思います。大切にするのはチーム医療。そんな澤田の外来では少し変わったことも起こる。口の中見せて。歯悪いよね。多分歯から、ね、あと石鹸はやめた方がいい。皮膚の疾患の原因を歯から来るものとみて、歯科の受診を促した。これこそ澤田が目指すチーム医療のもう一つの形、他の科との連携。検査を扱う場所はもちろん、さまざまな院内の他の科と連携し、大病院で一人でも多くの患者を救う。万病のきっかけともいえる皮膚を扱う澤田たちの役目だ。
でもずっとお世話になってるよね。外来の人はよく来るよね。よく来ます。そうそう、うん、すぐ来てくださるので助かります。結構あのフットワークよくあのすぐに見に来てくれますので、あの今言ったあの重症な病気からあの、まあ、一般的に見るような病気まであのすぐにあの相談に乗っていただけるので、まあ、非常に助かってます。はい、あの、まあ、澤田先生があの北東病院 の, 循環あの皮膚科の先生をいろいろ教育とか指導というかあの見方を教えていただいているので、そこからスムーズに循環器の方にあの紹介していただけるっていうのがあの非常にあのお互い、まあ、皮膚科にとっても循環器にとっても患者さんにとっても非常にありがたいことかなと思ってます。澤田には定期的に向かう場所がある。それは町のクリニック。ここに澤田が目指すチーム医療のさらなる形があった。先生が北東の部長になられて、はい、通常そんなことされないんですけど、私たち開業医に一軒一軒先生が全部顔出されて連携したいという意図を伝えていただいたのですごくありがたかったです。もう北東の見るような患者さんじゃないと思ったら留守していただいていきますし、その時にもあの先生さらっともう来ないでねじゃないけど、ちゃんとこうしたら来るんだよっていうそのデッドラインは患者さんに伝えた上で、あの回してきてくださいますから、きっとあの指導していただいているので、そういう意味でも安心して受けることがあります。あのいい状態になった人を戻せるよ。でもどんな人と共に働いてるのか、地域で働いてるのか分からなかったから、2001年と2002年2003年で僕江東区墨田区江戸川区の皮膚科専門医がいる医療機関全部回ってあるって。ご自身？はいはい。で人柄とか得意なところとか、あとあの階段があるないか、ある程度治癒した患者が澤田の元を離れても継続的に治療を受けられるように、地域を知り市政の医師たちの協力を仰ぐ。目指したのはチーム医療の輪を地域単位にすることだった。で ER 北東で3時休憩やってますけど、皮膚科は3時休憩まではないけど、はい、まあ先生には5時6時に来たエッセイ金額とか、すぐオペしてもらってした本当に長くです、まあ、そんな形でもう澤田先生にはいつも大変お世話になりっぱなしで。木頭病院で扱う高度な症例とクリニックで扱う症例を分け、地域というチームで患者を見る体制を作った。そこには澤田の医師としての信念があった。北東病院にかかる全ての患者さん、北東病院皮膚科にかかる全ての患者さんに笑顔を取り戻すことで、北東病院のある江東区墨田区江戸川区の全ての皮膚科の患者さんと医療機関を笑顔にすることで、北東病院皮膚科にかかる全てのスタッフを笑顔にすることがミッションステートメントなんですよ、目標なんですね。その先頭に立ってちゃんとや、何かあったら責任はとっていうのが仕事だとは思ってますけどね。この日一人の患者がやってきた。入院する A さん、かなり珍しい病気にかかっていた。患部には多くのガーゼが、動脈と静脈の間に異常な血管ができ、動静脈を直接つなげてしまい皮膚に血液がいかない。患部はエソを起こしていた。現在大学病院からの紹介でやってくる患者がほとんどだというこの病気、完治の術は見つかっていない。さらに患者数も非常に少なく世に知られてもいない。患者にとってこの病気の一番苦しい部分が治療。現在は対処療法が一般的だ。
これが患者だけでなく、その家族でも大きな負担を生んでいる。澤田は15年この病気の治療法を模索し、ある方法を導き出していた。今までやってきた方法で一番合ってる方法。それは患部の圧迫、もしくは血管の手術。動静脈瘤の創意結紮術です。血管が悪くなってるところの手前側、中枢側を縛って結紮設備術っていって悪い血管を除きますっていう手術になります。普通の血管だと静脈瘤だとある場所が決まってるのでそこをやればいいけど、先天性の動静脈瘤は場所がわからないので、まずは場所の動態からです。それを間違っちゃうと手術してもダメです。なので血流の計算が当たるかどうかが一つの勝負になる。あと動態できるかどうかが次で、で結紮できるかどうかですね。いくつも壁があるんですね。そうですね。だからやる人が大阪で多分2人ぐらい、やる人が少ないんです。でうまくいって分かってくれたら形成の先生ならできるから、形成の先生がやってくれるようになるといいですけどね。あとうちの先生たちがね、引き続きそれをやってくれるとね、やれる病院がなくなっちゃうと患者さんが困っちゃう。手術が始まった。相手は非常に細く脆い血管。丁寧に場所を確かめメスを入れる。動静脈瘤を結ぶという繊細な作業。手術にはその技術を受け継ごうと若手医師も立ち会う。手術は無事成功した。澤田にはこの手術で患者へのある思いがあった。毎日処置をしなくても良くなるんです。そうしたら本人の、クオリティが全く違ってくるので、それが目標ですね。本来は手術しても完全に治るものではないのでやらないんですね。今回はその苦痛をから逃れるための手術みたいな形。人間の生活に直結する全身を覆う皮膚。患者が少しでも普通に暮らせるように、全ては患者のため。自分の家族を見てるようなつもりで見てはいますね。大切だと思ってる。患者さんを治してるから、治して喜んでくれるので、僕の心にまたね、火が灯るようなことの繰り返しでやってるので。定年が近づく澤田には一つ見えてきた景色があった。例えば血管炎だったら皮膚が良くなれば次は腎臓とか肺も良くなるんですよ。僕たちはその血管炎そのものを目で見ること、肺で起きてることや腎臓で起きてることを目で捉えることのできる数少ない医者なんですね。アトピーを見ることも感染を見ることもとっても大切なことで、人の一生に関わることであるんですが、それだけじゃなくて本当に全身を見てあげられる医者でなくてはいけないんだと思います。全身と皮膚がつながってきた時に本当に面白くなるんですよ。皮膚科医にしかできないことがある。その反面、今病院では医師不足が嘆かれる。この時代にこそ基幹病院で働くという意味を知ってほしいと澤田は語る。一人の皮膚病を見ていくことはできるんだけど、一人の患者さん全てを見ることができるのはクリニックではできないんですよね。全身の心臓も肺も命に関わる仕事に直接携われるっていう医師本来の医療を一生続けられるっていう点では面白いんだと思いますね。
その醍醐味はこういう基幹病院の医師でないとできない。医者として生きてほしいんですね。患者さん目線で患者さんをちゃんと見て助けられるような医者を一人でも育てたい。最高水準の医療がこれからも全国で提供される世の中に、今日も患者に笑顔を取り戻す。